神奈川県知事の黒岩雄二です。北方領土セミナー2021 in 神奈川の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。皆さん、このブラウンのバッジをご存知ですよね。ブラウンは北方四島の土地の色、すなわち土地の裸地である北方領土問題のシンボルカラーです。終戦当時、島には1万7000人余りの方々が住んでいました。本年9月末時点で元島民の方々は5500人余りとなり、平均年齢も86歳を超え、高齢化が進んでおり一刻の猶予もありません。また元島民の方々は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、北方四島交流事業、いわゆるビザなし交流が中止されているため、四島でのお墓参りもできない状況にあります。元島民の方々がふるさと北方四島に一刻も早く戻ることができるように、困難を増している国の外交交渉を後押しするためにも、私たちは県民総ぐるみで返還要求の取り組みを続けていくことが必要です。県としては全国知事会を通じて北方四島の早期返還を政府に対して強く要望しています。そして県民会議の皆様におかれては、本日のセミナーをはじめとして北方領土問題に対する理解を広げるための広報啓発の事業に取り組んでいただいています。こうした取り組みこそ、北方領土問題を決して忘れず若い世代につないでいく非常に重要なものであると改めて思います。北方領土問題を忘れない、そうした一人一人の声を絶やすことなくつなぎ、四島返還の声を大きな輪にして北方領土の返還を実現していきましょう。